今日はね、こっちに鳥さんいるんですよね。よくいる鳥さんなんですけど、結構逃げるんですよね、当然のことながら。ごめんなさい、花も綺麗ですよね。はい、というわけで、あ、この鳥、ズームで見たかったら、あのスクラバチャンネルさんでね、あげてますね。よかったらご覧ください。というわけで今日は、はらこめし。宮城の名産なんですかね。鮭いくら。いやー、贅沢ですよね。こちらをいただきたいと思います。はらこめしっていうんですね。いやー、これは外れないでしょう。というわけで、いただきます。うまっ。食べた瞬間、このイクラのね、ふわーっと味が膨らんできて、ご飯もね、ちょっと甘い、ぐっすら味付けがしてありますね。イクラ少ないけどね、しっかり味が感じられますね。いやー、最高です。いいですね。まだちょっと寒いんですけど、もう春っていう感じがしますね。うん、うまっ。あー、ご飯もちょうどいい感じだな。ちゃんと一粒一粒が立ってる感じで。いなくなっちゃった。お腹すいて、なんかご飯でも食べに行ったのかもしれないですね。はい、ごちそうさまでした。あ、美味しかったな。おむすび、はらこめし、うん、鮭のほぐしと、いくら、醤油漬け。いや、鉄板ですよね。まあ、普通に美味しかったです。というわけで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。